当のチーズじゃないフォレストブラックウェルのことだ。不動産王でこの町一番の有力者だ。フォレストブラックウェル、もうに消防艇で迎えに来るように言っておく。さあ行け。わかったよビニー。まだ正体をバラすわけにはいかない。レックスを逮捕するまでは。さあそれではレゴシティアンダーカバーの続きやっていきます。さあ今回はあれ、海底トンネルに入るって話だけど海岸の方から行くのかな。よし。このハンカーって車さ、もともとブーストがついてるんだよね、ピザ屋さんなのに。さあ行くぞ。わお、お、お、おう、乗り物チャレンジがあるけど先にこっちやっちゃおうかな。お、さあ乗り乗り乗り物チャレンジ、時間内にチェックポイントを通過してゴールしましょう。 OK。よし。これ難しいやつじゃなかったっけ。乗り上げたらおしまいだな。さあ次の次がわからないから矢印をちゃんと見ていかないと。わお、こすってる。あ、ちょ危ない。さあ左前の方ぐっと回って、よし、時間的には余裕がありそうだから乗り上げないように気をつけていきましょう。そう言ってるとこの浜に近く行くんだけど。さあまっすぐ進んで、もう一回まっすぐ、あ、これ U ターンして戻るタイプだっけ、どうだったっけな。大丈夫これ、なんか遊園地近く行ってるけど。くぐるよ。よし、おっと、まぶしい。あー、ちょうど邪魔な。オッケーぬ、おお、これは行っちゃいましょう遊園地。ふっふー、やったねアンロック、ガレオン。全然ガレオンと関係ない乗り物でしたけど。まあいいや。ああいうのってなんて言うんだっけ、マリンジェット、名前よくわかんないけど、あれがちょっと乗りたいなと思う。さあというわけで皆さんはね、こういうところに乗り上げないように気をつけてください。というわけで遊園地から一回出ましょうか。遊園地って何かあったよね、上の方とかに。この時点で乗れるんだっけ。ちょっと乗ってみようかな。よっ、特に何もないじゃん。スーパービルドとかしなくちゃいけなかったんだっけ。ちょっとかか帰れない。うん、まだこの時ではないかな。うん、ここが大好き。じゃあ帰ろう。お、これは気になる。さあ早速寄り道しまくってますが、これはループでループ。いいね。なんかあのパラソルがめっちゃ近くに置いてありますけど大丈夫。おお、すごく邪魔そうてかちょっと砕けちゃってるし、ごめんね。よし、じゃあ浜をバイクでぶっ飛ばしながらループ入っちゃいましょう。おっとっとっと、行くぜー。おお、かっこいい。アンロック、スイーティー。いや、どういうやつ？ちょっとよく見えなかったんだけど、まあいいや。
よし、なんなんだ、トウ、オッケー、ポッ、遠いな、これが海底トンネル。何も見えん。やあチェイス、ブラックウェルほどの金持ちならトンネルも綺麗かと思ったが未完成なんだろうな。ブラックウェルはスキャンダル以降建設に興味がなくなったからな。そうか、スキャンダルって。はあ、ここ何年か海外でバカンスでもしてたのか。いや、そうじゃなくて、やつはブルーベル国立公園に巨大なビルを建てようとした。マンションやモールが入った複合施設さ。でもその予定地が珍しいリスか何かの生息地だと分かって市が建設をやめさせた。何百万もの金をつぎ込んで公園とアップタウンを結ぶブラックウェルブリッジを作った後に大恥をかかされた気分だったろうな。その通り、完全にへそを曲げた。今後はどこにも何も建てないってな。なるほど。さて、静かにしよう。ここでエンジンかけて待ってる。あそこまで行ってお宝を手に入れて戻ってこい。わかった。うん。さあ、というわけで、なんでそういう話でブラックウェルさんのお宝を盗まなくちゃいけないのかわからないけど、踏んだり蹴ったりだね。さあ、なんか珍しいリスがいるからといってもうちょっと早く行ってくれよというところであるかもね。だってあの大きな橋作った後でしょ。大変だよね。さあ、もうはここで待機ってことかな。お、よし。てかわざわざ消防艇で来る意味あったこれ。あー、あれ見るとあるかもしれない。なんか警備員がなんかキャンプファイヤーで楽しんでる。お、よし、これは関係ないかな。あ、色が変えられるってことは何もないんかーい。まあいいけど。いやいや、こっちから行けばよかった。オッケー。お、よし、気になる。何でもかんでも破壊して何か出てこないかチェックしていきましょう。そう言われるとなんかこの辺りが気になるけど、さすがにこれは破壊できそうにないかな。でもはしごがあそこにあるということは、ここは変に静かだな。ブラックウェルの警備員は休暇中なのか。もしかしたらわざと侵入させてるっていう可能性も。よし、おっと、ここあえて落っこちてみよっかな。さあ、破壊できるだろうか。無理っぽいな。でも何かありそう。特に何もない、がっかり。大抵こういうところにはなんか特別なスタッドがあったりするんだけど、そうでもないのかな。うん、まあしょうがないか。さあ、うろちょろしてる警備員さんを尻目に登って、よっ、はい。いや、そうじゃないな。そうじゃないな。さっきの休暇中かなって話か。よ。よし、逮捕。警備員逮捕ってよくよく考えたら意味わかんないけど。まあいいか。よし。まだ電気工事はできないんだよね。いやいやいや、間違えた。
よし。楽しい。さてさて、どういうこと？お、いいね。よし、スタッドはちゃんともらっていこうかな。おっ、よし。さあ、このレバーは何でしょう。お、これナイス、ショートカット。おっと、あれ、スタッドがなくなった。まあしょうがないか、もらっておこうかな。ほい、よし。わお、まさかの。おお、そういうこと、びっくりした。なんか、ん、もう一回、このさ、ここにいるとなんかよくわかんない、風かな、これ見た感じ。なんか急にね、なんか上から降ってくるみたいな感じだけど、まあレゴシティだからいいか。うわー、なんかドロドロしてる。よし、ちょ、組み立ててる場合じゃない。えい、おっ、そこにいられると攻撃できない。なんかよくわかんないけど、まあいいや。あら、ハンドルがないだと。さあ、これはよし。あ、ちょっと待って待って待って、スタート、オッケー、よし。さあ、何が送られてくるのか。お、謎ネジ、歯車、何がネジだ。お、よし。おっと、じゃあもう一回。すごい、これもともと上げておけばいいじゃんみたいな。お、すごい、さすがお金持ち。わお、かっこいい。ふう、これさ、後ろに吹っ飛びながらなんか前回転してるからめちゃめちゃ痛いよね。お、ナイス。なんだこれ、まさかの鉢植え。まあ一応やりますけど。結構なんか電気工事多いな。変装はあと1個だけだから、まあその現場作業員的な変装が手に入るはずなんだけど、ここ開かないんかーい。1スタート。オッケー。あっちに行きたいな。お、楽しい。からの、ん？これなんか先に進みそうな感じ。
よ。いいじゃん。おっと、こっちでも行けそうだけど、買いましょう。ふん。お、いいね。さあ、これはブザー、小型のバイクかな。よし、いい感じでコレクションできてるけど、オッケー。さあ、ムーンサルトかどうかはまあ置いといて、届いて、あれいけないぞ。わお、あーなるほど、ビリビリか、しょうがないな。わっ、ちょっと戻れんかい、ビビったわ。昔そういう裏技やったことを思い出したわ。なんかこれドロドロかなと思ったらただの看板だ。なるほど、硬くて掘れなかったのかな。うん、帰るか。おい、あ、これ、あ、しまった、ちょっと、ソール、ふう、帰れなーい。空中で変身するんだったかな。さあ、戻ってきて、トン。よし。わお、そうなる。これは、よっ、持ち上げる。お、なるほど。さてと、高価すぎるものは持ち出すなよ。ビニーが満足するような見た目が派手なものを探すんだ。なるほどね、本当にお高いものではなくて高そうなものか。なんでこれおしゃれ。俺が秘密主義の億万長者だったら金庫はどこに隠すかな。ああそうだ、どのあたり秘密があるのか。ブラックウェルの金庫を開ける方法を探しましょう。まあ逆に堅牢な金庫だったらもう秘密でも何でもなくてもいいよね。破れるものなら破ってみろみたいな。お、お高そうなものがあったけど、これぐらいじゃビニーは満足しない。これなんでしょう、よくわかんないな。緑と赤のインクタンク的な。お、謎部品。ほらな、ここに金庫を隠すとは考えたな。やるね。お、スカウト、まさかの車ゲットからの、これはダメ。うん、こんなところのやつがこじ開けられたかってなんだって話だけど、どうやら電源ケーブルがつながってるっぽいな。これなんでしょう、ブラックウェルさんのトークンかな多分。うん、お、すごい。てかこの仕事はすごくなんていうかおしゃれじゃない。下の方が海底だし、うん、いいね。まあそれはさておき。お、なんだ、もう開けちゃうじゃんこれ。よっ、おっとっと、赤外線的な何か。よし、せっかくだからもうちょっと楽しんでいこうかな。あー、ちょ、消える。オッケー、
もうよくわからないなんていうかオブジェ。ほう、ブラックウェルさんも健康には気を使ってる。おお、謎ポリスシールド。うん、さすがお金持ち。あら、ようやく壊れた。ふん、あーなるほど、ピアノ、すごい。よし、いいぞいいぞって言うけど、何か弾けるんですか。全く音が鳴ってなかったように感じるんだけど、デデデデーンとかいう感じかな。おっと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 、ほい。さあ、なんだかんだポリシールドが全部集まっちゃったの意外かな。よっ、あれ、わっ、ちょっと近い、単純に。あれ、でも引っ張れないぞ。あー、こっちか。高そうな地球儀、よくわかんないショーケース、あとよくわからない形の椅子。椅子なのかちょっとスピーカーなのかちょっとわかんなかったけど、まあいいや。ブラックウェルさんも飛んだ災難だな。あら、これで大体終わりか。お、まだある。おお、なるほど、カラーガン。赤から赤に、まあいいけど。こっちは、ああ、これで俺が目立つことはないな。うん、さあ踊るジュークボックスからのシャコン。わお、お、さあレゴシティヒーロー、よかったよかった。今回倍率かけてなかったから集まるかちょっと不安だったけど、ちゃんといけましたね。さあ怪しげな足跡、足跡なんてそこら中にあってしかるべきだけど、まあいいでしょう。わお、なんだこれ。あー、なるほど、これでもう一個スイッチを作って、この上の配電盤、何かあるに違いないが、これは消したくなる。水が溜まってる音はするけど消えない。なんかリマスター版はこの火を消す判定がなんかちょっと厳しくなってる的な疑惑があるらしい。本当に消えないけど。よし、 OK。 至近距離、なんだ、スタッドがあるだけか。ずいぶん取れるタイミングが違うな。よし、あとは気になるところはないかな。お、なるほど、なんだ2種類だけか。 逆にこの子はこんなガタガタ動いて平気なの。よし、じゃあ組み立ててみよっかな。あ、そっか、レゴシティヒーローも取ってるからいいんだ、スタッドを拾わなくて。お高いやつだけ拾っていきましょう。お、なるほどね、スタッド拾わなくてもいいとか言ったばっかりなのにあと少し開け、あ、ごまゴマアレルギーならただ開け。うわ、これはマジで大金だな。
ビニーが目をつけるわけだ。さあちょっとなんか忙しい開け方しちゃったけど、さあ開きましたね。警備員も来るのが遅い。泥棒、完全に泥棒、むしろ強盗。ナイス、よし、大丈夫かなこれ。オッケー、これは何でしょう。誰だお前。侵入者が逃げた、現在追跡中。侵入者が逃走中。この部分はよくわかんないんだけど、いろんな映画のネタとか入ってそうなところでもある。滑り台に乗っていくところちょっと好き。さあ間抜けな警備員たちを振り切ったのかな。よし、今回なんていうか、その電気工事以外のところは大体できたから結構いい感じでしたね。よし、バッチリじゃん。おっと、チェイス、こっちはまだ追っ手が負けてないんだ。そっちは脱出できたか。ああ、だが団体さんも一緒だ。そうか、ダウンタウンのプロムナードガーデンズの南端で落ち合おう。よし。わお、警備員から逃げよう。なんかさっきの警備員と違って結構なんていうかこわもてっていうか、まあいいけど、まさかの幅寄せ。おい、こっち結構なんか意外と動きやすいバイク。失礼。おっとっと、危ない。さあ間をすり抜けて、後ろめっちゃぴったり来てるけど、おっ、これは振り切ったのかな。うん、ブーストはない。わっとっと、よし。さあもうちょっとここで曲がって曲がって、わあごめん今まで安全運転できたのに。あ、エージェントっぽい人じゃない、ただのあれだ、サラリーマンのおっちゃんだ、ごめんね。さあ回り込んで、あ、これ別にバイク降りてもよかったのかな。なんだ歩いててもよかったんだ。顔は一緒だったわ。いやー違う違う、待って待って、ほい、お、すごい、マトリックスみたい。お、増援か。いや動き方がおかしい、なんだあれぬー、一人見えてないし、しょうがないな。あ、乗れるじゃん、まさかの。ちょっとどかしてあげようと思ったら本当にどかせるっていうこの車結構あまり見ないですよね。なんて書いてある、読めない。
Wii U 版だとカタカナだったけど、レッドになんとかで分かんない、まあいいや。ふん、こんにゃろ、かっこいい、かっこいい。お、結構復帰が早いじゃない。くっ、やるじゃない、抑え込んで、カポエラよし。もうプロムナードガーデンズに来てるか。まだだ、バカどもがドックに人を集めて見張らせてるから、すぐにはそっちへ行けそうにない。ビニーのところへ行け、電話してるんだが出てくれない。いつものわめき声も聞こえないんだ。こんなの初めてだ、チェイス。彼のことは任せろ。さて、なんか怪しい雰囲気だね。パパラルドのアイスクリーム店に行こうという話になったところで、まあ、今回結構プレイしちゃったから、ここで一旦区切っておこうかな。この車をもらっていこうかな。よし、今回はね、ブラックウェル邸に侵入してお宝取ってきたのかな。なんか取れなかった的な描写がありましたけど、ある程度は取ってきたと思っていいんでしょうか。うん、ちょっとよく分かんなかったね。謎のアイテム見つけてみたいな、ワオ大金とか言ってたけど、破壊してちょっとスタッと持って帰ってきただけみたいな。さあ、6ヒューハンターさん、うん、知らない。お、芸術、これはカラーガンとかないとダメなやつかな。うん、よし、じゃあ今回ここで区切っておいて、次回パパラルドのお店の方に行きましょう。さあ、それではまた次回よろしくお願いいたします。